イオンシネマ公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。北川景子です。中村智也です。私たちの出演する映画ファーストラブが2月11日に全国公開となります。この映画は女子大生が父親を刺殺するという衝撃的な導入で始まる島本理生さんのベストセラー小説ファーストラブを実写化したものです。私が演じた公認心理師の真壁由紀が事件を取材していく中で、女子大生の供述に翻弄されながらもその真理へと迫っていき、次第に自分の過去の記憶とも向き合うことになるというストーリーです。なぜ女子大生は父親を殺さなければならなかったのか、ファーストラブというタイトルに隠された事件の真相とは、さらに僕が演じた弁護士の庵野華生と由紀との関係は、あなたの愛された記憶を刺激する禁断のサスペンスミステリーです。それでは予告編をどうぞ。娘の神奈被告は父親である直人さんの胸を包丁で刺して殺害したとみられています。次の仕事のことなんだけど。ああ、本格って言ってたよね。肘山神奈取材したいと思ってるんだ。下手に手を出すと怪我するよ。動機はそちらで見つけてください。え、あの子はクセ者だよ。心が読めない。ここから出してください。普通です。普通の親子です。お父さんも刺してなんかいません。なんで神奈さんを信じてあげないの。そんなこと言いましたっけ。私、真実なのかそれが。彼女の内面に何が起きていたかを知ることが一番大事なんです。どういう状況で彼女パニックになったの。本当に人を好きになったことはあるかって質問の後。絡まってほどけない。ユキには分かってたんじゃないの。あの子には自分に似てるところがある。ユキって呼ぶのはやめて。幸せを願う。やめてください。私の気持ちなんか分からないくせに。悪いのはあなたじゃない。明かされていく過去の記憶。なぜ彼女は父を殺さなければならなかったのか。被告人は無罪です。あなたの心を殺した。ユキは誰かに傷つけられたのかもしれないって。優しかった。初めて好きになった人でした。その相手を突き止めて話を聞いてみたい。ファーストラブ、触れてはいけない、閉じ込めた愛の記憶。映画ファーストラブは2月11日公開です。ぜひ映画館でご覧ください。